皆さんこんにちは、吉田沙織です。本日はよろしくお願いします。令和元年おめでとうございます。沢穂丸です。よろしくお願いします。はい、お二方とも艶やかですね。はい、今日はね、令和元年がスタートしたということで、はい、着物を、はい、せーの。いりますこれ。いります。いりますいりますよ。本当に美しいですね、吉田さん。はい、そうですね、新しい、時代が始まった感じがしまして、まあ、ちょっと平成が終わったのも寂しいんですけど、今日からまた令和元年ということで、はい、新しいステップをどんどん踏んで頑張っていきたいなというふうな気持ちになっております。そうですね、まあ、新しい時代になって、まあ、平成とはまた違うステップアップ、自分でも、はい、できるように、まあ、これからもいろんなことにチャレンジしていきたいなと思います。はい、私はお友達とカウントダウンを、はい、して令和元年を迎えました。盛り上がりましたか？盛り上がりましたね。なんか本当にこう平成の大晦日みたいな感じで、はい、カウントダウンをしておめでとうっていう感じで、はい、令和を迎えました。ですよね。サマさんは？私は、まあ、今日のイベントにあたって、昨日からこうホテルに泊まっていたので、まあ、娘を寝かせて一人でテレビを見ながらカウントダウンをしていました。そうですね、やっぱり平成でもうレスリング一筋で、まあ、頑張ってきたので、まあ、この頑張りがまた令和につながっていると思うと、すごく頑張ってきてよかったなというふうに、はい、思いますね。沢さんは？そうですね、まあ、平成は私の青春、もう本当ずっと青春が平成だったですし、まあ、現役引退もそうですし、まあ、結婚出産もあったので、私にとっては本当に特別な時代でしたね。新しい時代も体調管理は R1。 令和元年の目標、漢字1文字で発表していただきます。お二人同時にお披露目ください。少しフォトチャンスとさせていただきます。サチですね。はい、まあ、本当に、まあ、日本の皆さんもそうですけど、私自身も、はい、これからまた幸せに、はい、過ごしたいなという思いと、まあ、国民の皆さん、世界中の皆さんが、平和に幸せでこれからも過ごせるようにという思いを込めて、はい、サチにしました。はい、ありがとうございます。すいません、もしよかったらマイク差し込んでいただいてよろしいでしょうか。はい、それでは沢さんからいただきた、あ、 お持ちいただけますか。はい、持っていただいてお願いします。大丈夫であれば、はい、あ、すみません。はい、私は、生く、育てる、育むという感じにしました。いろいろ、まあ、娘もできて、教育だったり愛育だったり地育だったり、こう育児だったりという意味でもこの言葉を、選ばせていただいて、まあ、娘もこの令和の時代にの時代にやはり青春を迎えていろんなことを経験して学んでいく中で、まあ、私もこの子供からたくさんこう育ててもらうという意味でもこの字を選ばさせていただきました。はい、令和元年、まさしく R1 という、ことなんですけれども、令和の時代が、平和であって皆さんがたくさん笑顔あふれる、年になって時代になってほしいなと心から願っております。本日はありがとうございました。ありがとうございました。吉田さん、お願いいたします。はい、そうですね、令和元年というスタートを、まあ、切った、同時に、こういうイベントに参加させていただいて本当に嬉しく思っています。やっぱり、健康、が一番、ですので、これからまた R1 をしっかり、飲んでいただいて、体調管理を整えて、また元気に明るく、皆さんが過ごせるように私も願っています。本日はありがとうございました。ありがとうございました。